がどうこうじゃなくてレンジの問題なんだよ。レンジが一番大事で、なおかつ ミニマルなんかはそのリップレスでフロントシンカーで、あの独特な姿勢でフォールしていくし、巻いた時にあの波動がないんだよね。微波動、わずかに振動してるだけで、ボブリングもロールもしないからこそ食ってくる場面っていうのがある。そこがミニマルの強さ。エビなんですよ、エビ。ミニマルの場合はね。でシュガーミノーの場合は小魚。あ、すごい流れ出したな。またちょっと状況変わったからね。さっきバタバタ釣れた時は流れがなかったんだけど、今すごく右から左へ流れてます。で、流れてない時に、ねシュガーミノーでパタパタっと釣れて流れ出したら当たらないでしょ。当然こう着水してゆっくり沈むものが、この状態でパコーンと食ってたのが流れが出だしたら食わないっていうのは、着水からほっとけでこんだけ沈んでるものが流れるとね、こう上ずっちゃうわけ、ルアーが。そのレンジが外れて食わないんじゃないかと今僕は想定します。なので、このルアーよりもちょっと沈むやつに変更。何しようか。ちょっと沈むやつ。ミニマルシャロー水車。ミニマルサスペンドにしよう。ミニマルのサスペンド。チューン。ミニマルシャローのシンカーをいっぺん抜いて、半分くらい削って戻して接着剤で留めてんのね。これでいってみます。で、なぜ、シュガーミノーの SS からミニマルシャロー、サスペンドチューンに切り替えたかというと、潮がね、右か左に流れ始めたからなんですよ。ミニマルってリップがついてない関係、フロントシンアウトフロントシンカーの影響もあって、あのドリフトさせるとね、すごく食うんですよ。非常にあのドリフトメソッドに強いルアー。これで僕瀬戸内のクロメバルの自己記録の33センチ取ってるからね、流していって、あの時はミニマルのシャローのプロトだったんだけど、着水してカウント5くらいでちょっとテンションかけいって、そこでチョン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 とアピールさせた後、流れに乗せて、ほらチョン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 と流れに乗せてやったら一発じゃん。ほらシュガーミノーで当たりが止まった、流れが出たから。なぜ当たりが、流れが出て当たり止まるか、ルアーが浮き上がりすぎ。そうなるともう少し深く沈んで、しかもドリフトであの口を使いやすくさせてくれる、ミニマルサスペンド中にした一発でしょ。カウント5、チョンチョンチョン誘い入れて止める。で、姿勢がフッとできた瞬間にドンと来るんです。すごいね自分で言ってておかしい言った通り釣れてるよ。ほら、よし、サンキュー。さて、再現性があるかどうか。キャスト、着水、2、3、4、5、5カウントぐらいでチョン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 と入れて、張らず緩めずでドリフト。
で食わない、もうちょん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 張らず緩めずでドリフト、ドリフト。回収する時も釣るつもりでゆっくり巻いて回収。はい、もう一遍潮髪アップクロスに打って、ここでねポイント選びの要点についてちょっと補足説明をしておきますね。まあ堤防で釣ってるわけなんですけども、僕の立ち位置がねこの辺です。ポイントは見えるかな、この辺。はい、で長い堤防なのになぜここを選んだかですね。一番重要なのはね、明るいうちの下見です。で僕もこの日は明るいうちにちゃんと見て回ってるんですよ、ぐるっと一周。はい、磯に行く前にね、磯に行く前に堤防を下見して、でその時に何を一番、重要視するかというと、僕がねまず真っ先に重要視するのは生命反応。要するにちっちゃい小魚とかね、そのあたりの存在を確認するんですよ。でどこの堤防行ってもね、あの一貫して、共通なのがね、スズメダイとか親ビッチャとかね、あのちっちゃいギザミベラねとかがねたくさんいる場所ってあるんですよ。固まってますよ意外にね。でいないとこには何にもいないと、一本の堤防でも。これはねやっぱりそのスズメダイとか親ビッチャがプランクトンイーターであるということが一つで、この日はね潮流がこっちからこう流れてきてこの辺にぶつかってんですね。直角じゃないんです、斜めに入ってきてこの辺にこういう風に当たってるっていうのが一つで、潮向きがなぜわかるの？そりゃね、海面のゴミの動きとかね、泡の動きを見てればね、わかりますよ。うん。真横に流れてるな、この辺のゴミはね。で、ここまで行くとくるっと回ってるな。で、沖のゴミを見ると、斜めに入ってるな。こういうことでね、泡とかゴミの動きで、潮流方向を一つは見極めるということと、まあ、生命反応。ちっちゃい小魚なんかの存在。ここら辺にね、割合たくさん、あの、小魚が見えたんです。それが一つの要件、要定です。あと、先端周りとか、この内側の角とかね、この辺も、割合、小魚がよく見えましたし、潮が当たるコースの一番、てっぺんはここになるんですね。で、実は、ここで友達がでっかいやつのをかけてバラしたのがね、この位置なんです。僕はここです。やはりあの、潮当たりの正面にはね、あの、でかいメバルが潜みやすいということも一つの条件なんですけども、今回はまあ、あの、いろんなプラグを使って、たくさんのメバルを釣るとこを見ていただきたかった。で、変化を見ていただきたかったので、僕はあえて先端に立たずに、少し内側の、メバルの密度がね、高いところを選んでるんです。で、ここテトラの積み方見てたらとわかるんですけど、この幅がここでごつくなってますね。ここに段差ができてるんです。はい、そこもね、一つの要点です。ここに段差ができることによって沖から入ってきた潮が当たって跳ね返って抜けていくんですけども、反転流が起きやすいんですよ、こういうところはね。で反転流が起きやすい、要するに当たった潮が抜けるだけじゃなくてここで滞留するんです。それを反転流って言うんです。転じて流れ。だから泡なんか見てるとわかるんだけど、スーッと抜けていくゴミや泡と、ここで一定時間こう、くる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 ゴミが回る場所がある。そのゴミの、が回る場所の真ん中じゃなくて、回りながらスッと抜けていくあたりをね、僕トライアングルゾーンってよく呼ぶんだけど、こういう細長い三角形状ができるのね。そこがね、一番美味しいんですよ。はい、ちょっとアップにしてみましょう。はい、この段差ね、それが、今回僕がこの場所をね立ち位置に選んだ一番大きなポイントです。まあいろんな釣り場があるので、同じ堤防でもね、テトラも何もなくてツンツルテンの堤防であったり、岩だらけの堤防であったりしますから、その都度都度、
立ち位置っていうのはね、いろんな要素を見ながらこう決めていくんですけども、まあ潮の方向と餌が溜まりやすい反転流を起きやすい場所と、それから生命反応、ね、これが場所選びの一つのコツです。着水から2、3、4、5くらいでテンションかけに行って、チョン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 、スイッチかけてドリフト。チョン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 、ドリフト。まあこんな調子よ。これで瀬戸内の堤防から尺つったからね。尺っていうかもう33あったんだけど。あれは嬉しかったね、自己記録で。ん？ちょっと潮の流れ変わったな。瀬戸内ってね、本当にね、動いたり止まったり、右から左が急に左から右になったりね、もうコロッコロ変わるので、それについていけないといけないんだよね。そこが面白くて難しいと。今流れてないので、ミニマルサスペンドのデッドスローにちょっと切り替えてます。ああ当たるけど乗らない。このね、スローリトリーブで当たって乗らないのが2度ぐらい続くと、それはレンジがね、ルアーのレンジが低すぎるんです。もう少し浅いとこを通るやつに変えてあげると食ってくる。今2バイトあって乗らなかったんで、もうすぐ僕はそういうふうに考える。もう状況が変わってんだからしょうがないね。自分が作ったルアーだからミニマルで一番釣りたいのよ、そこは分かってね。でも状況が変わってんだから、そこをね、意地になってダメなのよ。もっと広く楽しくね、やらないと。さて、少しレンジを上げる。何しようか。スミスさんのガンシップあたり行ってみようか。シャロークランクってやつだね。まあリッチの35なんかと同じタイプのルアーズ。ちょっとフォルムが違うので、これはこれで楽しいかなと。で、僕は今日は網パターンをあんまり想定してなかったので、少しね、小魚系に強いタイプのカラーをね持ってきてます。上下で見るとクリアなんだけど、クリアなんだけど、サイドから見るとメタルカラーなんですよ、ね、背中とお腹はクリアで透けてるんだ。で、横がギラギラって光るという。これだと網パターンでも小魚パターンでも両方いけちゃうんじゃないかなと。で、やっぱりシャロークランクの良さっていうのは、魚がサブサーフェイスについてるときね。使い方はまあ、とりあえずリッジと同じ使い方。キャストして、着水したら、竿でブルルルッと引いて、そのまま止めてます。これをポンプリトリーブと言います。あ、当たった。戻して竿でブルルッと引いて止めてます。あら、絡んだな。コーンって当たって
ルアーひっくり返されちゃったんだ、これブルブルってならなくなった。メバルのポジションがずれたかな。よし、食った。あー、まだだまだだ、ね、とりあえず食うでしょうん、レンジがね、浅くなってるんです。うん、今バラしたんだけどちょっといまいちかな。何せね、本当にコロッコロレンジが変わるからね、難しいっちゃ難しいんだよね。いつ変わったか教えてくれればね、いいけど教えてくれないからね。そこはもう勘と想像しかないんだけど、違うね、違うね。もう一頭だけしてみよう。ポジション変わったかもしれないんで、今度は正面に。これはルアーが合ってない、これはルアーが合ってません。SPM ですね、シンキング SP、 ペンシルミノだよね、 SPM。 このルアーはね、あの非常に飛距離出ます。ある程度ウエイトが入ってて、うん、かなりでかかったね。もう何、尺きた、切れたね。かなりでかかったね。もう何、切れたか、バレた、バレた。すっごい音がしたよ。もう、あ、折れた。何が折れた。ドリブル、フック折れた。隣で友達が尺クラスかけておられてる。ってことは尺のレンジがあるのか、立ち位置が今友達がいるところに差し込んできたか。ルアー何？今はこれ、シラスミノ。シラスミノのフック折れた、はい、14番ぐらいフックだろ。ノーマルの14だろ、はい、ああ、それは尺は持たないわ。うん、しょうがないね、ここで尺出ると思ってないもんね。惜しいだ。今のね、僕尺認定する。あの切れてボチャーンと落ちた音が尺の音だった。ため息ついてますよ。かわいそう。尺認定。よし、SPM 行ってこい。レンジは？テトラの穴から出てきたんだ、はい、嫌なやっちゃね。そいつ赤メバルだよ。いや、ブルーだです。あの、真っ白で見えたの。はい、見えたんです。ここでブルーが、じゃあテトラの穴入ってんのか、はあ、後ろが追ってたのですね。いや、下から出たんだと思うよ。追ってきて食うような食い方しないから、基本的にメバルは近距離からダッシュで出てきて食うから、下から食ったんだよきっと。いや、だからやっぱりあの、こういうオープンで釣るときはあのドラグ出した方がいいよ。うん、磯じゃないんだから、やっぱドラグ出して釣るべきだと思うよ。うわ、今ちょっと口使ってた。海に浮かぶマッチ棒みたいな抵抗があったのに離されちゃった。ちっちい尺がボチャンと落ちた後で、なんでか16センチとかやめてよね、本当に。僕はメソッドが合ってない今尺に。うん、ヒットはあるんだけど、バレたりで
僕的にはいまいちこれルアーが合ってないと思う。ルアーが合ってない、合ってないけど最後の一投竿を立ててまえた方がいいのかな。ああ多分、あもう完全に分かった。今竿を立てて巻いた瞬間に当たった。これレンジが合ってない、レンジが合ってない、レンジが。今日もサブサーフィスで、しかもシャロークランクではあんまり食わない、ミノーのゆっくりした巻きの方が今日のパターンにはまってる。なのでまたシュガーミノーに戻すんですけど、これも僕の方でちょっと決めさせてもらったカラーで、ダイヤモンドダストです。スモークホワイトにお腹にラメを散らしてるのね。ラメパールをね、チカチカを。ボディはスモークホワイトなんだけど、わかんないと思うけど、お腹にねチカ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 散らしてあるんです。これでいってみましょう。ゴミに引っかかってびっくりした。当たりかと思っちゃった。あら、ここでピョンキチ君になっちゃいました。こりゃひでえ。今日はブリデンフロロのね 0.65 3ポンドです。でまあ、フロロどうしてもね、フロロとかポリエステルはよりがかかっちゃうんで、ナイロンはかかんないけどね、あんまり。でこういうピョンキチクになったらね、あのドラグを緩めてピョンキチのとこまで引っ張り出してやるんです。ドラグを緩めて、でまた締める。でしっかり持ってテンションかけながら巻く、あるいは糸をたくさん出しておいて、何か遠くのね物に引っ掛けてギューってね糸を引っ張ってやるんです。遠く引っ掛けてずーっと糸出して切れる寸前ぐらいまでテンションかけて10秒ぐらい持っとくと、ついた寄り癖がね、まっすぐなってくれるんです。よし、乗った。ほら、食った。ね、レンジが入れば一発。メバリングはレンジです。アジもレンジだけどね、メバルのレンジの方がシビアなんだよ。ほんとね、5センチで揉めるからね。5センチ上だったら食わない、5センチ下だったら食わない、ジャストでなったら食わないみたいなね。それが時間帯とともに刻々と変わっていくからね。そこをジグヘッド単体とかね、フロートリグでね、それをやろうとしてもね、ほんとに難しいのよ。だから僕はプラグ使うんです。うん、釣れるからプラグ使ってるんです。着水、テンションかけて、よし、食ったね。もう本当にレンジが合えば爆釣ですよ。レンジが合えば爆釣モード。
今日はね、ほら、ほら来た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 、シュガーミノーがドンピシャ。今日はシュガーミノー 50SS、 もう今日これにかなうもんない今のところ。よいしょ、おー、いいサイズだ。猫を欲しがってますこれすごいね。何匹釣れるんだ今日は一体。これは完全に50匹コースだぞ今日は。よし、ちょっとまたブルーのね、少しいいサイズがね入ったかもしれない。まあまあです。はい、シュガーミノでザクザク釣れてます。今4種類ぐらいプラグ使ったけど、もう圧倒的だねシュガー。もともとね僕大好きなのよシュガーが。ほら食った、何もしないのに食った。もともと大好きで昔からずっと釣っ、おう、バレた。ずっともう20年来使ってんだよ。もう日本のラパラと言っていいようなもう老舗メーカーで、最初にバスディさんが作ったのがこのシュガーミノーなんだけど、天才くんですよこのルアーは。こういうルアーをねやっぱりねちゃんと理解して使ってほしいですね。どうしてもほらあのみんな新しいものの新しいものに目が行きがちでしょ。新しいからいいかって言ったらね、そんなこともないのよ釣り道具なんて。思わない？僕そう思うけどね。80年も前にできたようなザラパッピーがさ一番釣れたりすんのよ。ルアーなんてそんなもんだから、新しい方がいい とかで、設計が新しいとかね、そういうふうに思わないようにね、見失うと思うよ僕はルアーを。特にねやっぱヘドンのトッププラグなんて80年間生き延びてきて未だに売れるってことはさ、釣れるから当然生き残ってるんだけど、その歴史の重みがあるのね。どん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 やっぱり途中でね進化していってるはずなのよ。一番最初の形から多分10年15年ぐらいはね、あの本当に微調整しながらね、いろんなところをいじって良くなっていってると思うんですよ。それがね今新しいからといってね、ポッと作ったルアーにね本来負けるわけないよね。やっぱりルアー自体がその80年の経験値があるわけだからというふうに僕物事を考えるのよ。釣れないなと思ったらひっくり返っちゃった。この間は SPM の一人勝ちのような日だったし、その前はリッチ 35F の一人勝ちだったし、その前はミニマルが良くて、その前がリッチ35で、今日はシュガーミノ。面白いよね。よし、ちょんと一発かましたらオートリリースちゃんとフッキングしなさいってか。ちょんと入れて置いとくだけって感じね。まあスローシンキングの使い方、一つの使い方ではあるです。ミニマルなんかも一緒なんだよ。ただ巻くだけがいい時もあるし、スローシンキングの場合はちょんちょんとやって腹ずるめずでこう竿先でじわっとこう支持していくような状態にしてるとポンと来たんですよね。ちょんちょんちょん、はい、お手本通り。ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待てよ。
ああ潜るな。よしよしよし。よいしょー。いいサイズ来た。いやーやばかったやばかった今な。もう足元潜られるとこだった。待望の25センチ級が来ました。堤防サイズとしてはもう文句なしです。これ、いいサイズだ。ちょんちょんと一発くれてやったら、スコンって。これはお土産にします？あ、ありがとうございます。大きいのだけちょこちょこっと持ってくる。ね。ラインに出た今。ラインに出るってことはそろそろペンシル効くんじゃないかな。これこう垂れてるラインあ喋ってたら勝手に持っていくんだよ。シュガビの、垂れてるラインとその海面のこう接着面というか接地面というか接水面というかそこにどうしてもあの光の屈折が起きるよね。街灯があるからそれねバチャッと水面出たんでこういう時ってそういうそのなんだろう光の屈折を利用できるルアーってね釣れたりするの。まあその代表選手が一つはメバペンなんだよね。メバペンでメバペンねもう僕の中じゃね釣れるのが当たり前すぎてちょっと飽きちゃってて強いよ本当に強い。メバルが水面に出る時のメバペンはね本当に強いんだけどただ僕はもっと遊びたいしせっかくそういう遊びをするんだったらもうでっかいのででっかいの狙っちゃおうじゃんっていうことでザラパピーをね出すんですよ最近。そうしたらねこれを続けてたら面白いことが起きたのよ。35ミリのリッチやメバペンでは18センチ22センチくらいまでのメバルばっかりだったのがザラパピー入れた途端にね全部25オーバーとかねこれがあるからやめらんない。よしさてペンシル食ってくれるかな。しかもザラパピーだぜ。食うかなドボンとか言ってるキャッとしたら重たいからとりあえずちょん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 とドッグウォークさせてあとは流すだけ。愛媛編をね第1号の愛媛編を、ご覧いただきました。まあ、あの明るいうちからねあの湾の付け根から磯伝いにこう歩いて出てですねその、先にある岬へ出て夕間詰めにそのフィーリングモードに入るそのでかいメバルを釣ってやろうということで、まあ、2匹なんとかいいサイズを釣れましたよね。で地合いが終わって明るい月の堤防テトラ隊へ戻って、まあ、連発してたくさん釣れるところを見ていただきました。で最後にこれ結んでたのがあのペンシルのザラパピーなんですけど珍しいことにねこの日は本当に徹底してダメでしたね。大抵どんな場所でもね全く釣れないってことないんですよペンシルでもね。はい、まあおそらくベイトのせいでしょうね釣れませんでした。で、結局この日はこの後は普通のミノーイングに戻してご覧いただいたと同様のペースでねこの後もね3時間釣り続けたんです。大変素晴らしいね兆候になりました。はい、でこういう VTR を見ていただくとねあの2つのことをねおっしゃられる方がおられるんですよ。まず1つはねああ真面目なら釣れるんだ磯でもね明かりのないとこでも真面目なら釣れるんだと、真横の中になったら難しいよねとおっしゃる方がいます。これ間違いあの完全なる闇磯でもプラグで釣れます普通に釣れます。メバルの
食性が活性がそういうふうになってれば釣れるんですと。ただね、その平磯の岩のスリットのね、狭いようなとことかウィードがガシャガシャのところでプラグやろうとするとそれは難しいよね。それは昼夜関係ないじゃない。昼でも難しいってば、それは明るいとこでも、うん、そういう問題じゃないんです。だからロケーションがどうなのか、タイミング、ベイトがどうなのかということだけであって、普通に夜でも釣れます。じゃあ撮影しろって、そうはいかないんですよ。明るいうちからライトを焚きっぱなしだからメバルが釣れてるの、このユーマズメ。これがね、真っ暗になって機材抱えて、おお、ここ良さそうやなと、で三脚立ててライトつけて、はい釣りましょうと、釣れないから。もうね、過去のロケで僕は散々痛い目見てます。超実績場所は5箇所ね、行って、暗くなってね、暗くなって行って、で釣るよ、カメラマンさん後ろからライトつけてずっと僕を追っかけてるわけ。釣れるわけないよ、明るいライトがこう動くんだ、僕が動くたびに、うん、だからそういう映像はまず撮れないので、無駄な努力はしません。だから夕間詰めの暗くなった瞬間の磯のメバルを釣るとこだけをね、今回は見ていただいたんです。もう一つはね、瀬戸内いいよね、愛媛いいよね、広島いいよね、うちらの地域じゃメバルプラグ全然ダメなんだよとおっしゃる方がね、まあ実に多いこと、多いこと、もうツイッターでもフェイスブックでもブログの質問でもね、もうこの10年でね、たくさんいただきました。もうね、全然間違いなんですってば。あのメバルは何県に行こうが、メバルはメバル、性格変わりません。そんなにプラグで普通に釣れるんです。明かりがあろうがなかろうが、メバルがちゃんとたくさんいてくれて、普通にお食事モードに入っていれば釣れます。だから僕は今回のこのプラグ講座のね、一連のロケの中で、うちらの地域じゃ釣れないんですよって言われたところにあえて言ってますよ。宮城の方釣れないって言ってました。宮城行きました、たくさん釣れました。福島の方も釣れないって言ってた、行きました、尺近いの釣れました。佐賀の方も、いやーこっちの海やプラグは、いやいや釣る人はみんな釣ってます、ご自分がやられてないだけ。もう一回言っておきますよ、地域は関係ないです、プラッキングに。どんな地域でもメバルはプラグで釣れます。これを前提に物事を考えないと、せっかく見ていただいてもね、役に立たないんですよ。愛媛のねプラグの映像を見たって役に立たねえようになっちゃうんですよ。これはね、もう大きな勘違いですから。この愛媛での明かりがあるモードないモードの釣り方のメソッドとか要点をちゃんと掴んでいただいて、それをご自分のエリアのポイントに当てはめれば釣れるんですよ。はい、これだけはね、僕自信持って言っときます。もう間違いのない現実ですから、全国飛び回ってメバルを釣ってる、プラグで釣ってる僕が言うんですから、間違いないですよ。生き証人みたいなもんですから、はい、なのでね、プラグでメバルが釣れないとおっしゃる方はね、ほんのちょっとなんです。このほんのちょっと何かをつかみ損ねてるですね。で、このほんのちょっとを埋めるのが僕の仕事であり、このメバルプラッキング講座だと思ってますので、2号、3号、4号、5号とずっと今後も新たなロケも繰り返しますから、四季折々、いろんな季節でいろんな場面でね、撮影して撮りためて、あ、これは絶対参考になるなというのをね、その中から抜粋してこの講座でね、順次お伝えしていきますので、ぜひ他県だからということじゃなく、一生懸命勉強していただければ必ず、10倍30倍も楽しいねメバリングの世界が開けてきますので、頑張ってください。はい、ではまた次号でお会いしましょう。